ただいまから外交防衛委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに高橋勝則君新妻秀彦君大塚康平君長峰誠君および小賀雄一郎君が委員を辞任されその補欠として宇都隆君中曽根博文君杉久武君浜野義文君および大沼瑞穂さんが選任されました まず理事の補欠選についてお分かりいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご意にございませんか。ご意にないと認めます。それでは理事に、荒木清弘君を指名いいたしますす政府参考人の出席要求にに関する件についてお分かりいたします。 所得に対する租税およびある種の他の租税に関する二重課税の除去、並びに脱税および租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、ほか2件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官、佐藤達夫君ほか11名の出席を求め、その説明を聴取することに合意にございませんか。 意ないと認め作業を決定いたします所得に対する租税およびある種の他の租税に関する二重課税の除去ならびに脱税および租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件所得に対する租税に関する二重課税の除去ならびに脱税および租税回避の防止のための日本国と地リ共和国との間の 条約の締結について承認を求めるの件、および所得に対する租税に関する二重課税の回避、および脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、以上3件を一括して議題といたします。3件の趣旨説明はすでに聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。北沢利美君。 えー、民主党あ民主党お新緑風会の北沢敏美でございます。久、えー、方ぶりの委員会質疑で質問でありますので、えー、なかなかうまくいくかどうかわかりませんが、両大臣におかれましてはよろしくお願いいたします。えー、まず最初に、えー、安倍総理のお私は立法府の長であるという発言について、まあ昨日の決算委員会で。えー どうやらあ間違ってたようなことを言ったようでありますが、ただこれ最近こう立て続けに言ったんじゃなくて、第一次安倍内閣の時も柳瀬議員の質問に対して同じことを言っとるわけですね。私はまああの間違いでしたという話は通用しないと思うんですね。なんかねこの行政府も立法府も全部含めて、私は日本国の一番偉い人だと。 勘違いしてるあの国会対応なんか見ててもですね、平気で議場整理に関わるようなことを言ってみたり、あるいは自分からそういうことを言っときながら、今度は自分からぶつぶつ言ったり、やじを飛ばしたり、えー、傲慢な態度が出てる、そういうものがあそこに現れたんではないかなというような気がしております。まあ、この間のあの間我が党の山尾 議員に対して議会運営のこと少し勉強したらどうですかとこう言ったんですね、それはもう、その通りあり総理にお返ししたいと思うんですよ。あれはね、なんか勘違いして隣のうち行って、隣のうちの子供たちや奥さんたちみんな前に並べてお説教してるようなもんですよ。それではっと気が付いて、自分のうちでなかったんで、慌てて、すいませんと言ったような話で。 まあ少し時代は違いますけど昔あのクレイジーキャッツというギャグ集団があって言いたいことを言って最後に「あすいません」っつ言ってあの爆笑を得てたそんな感じがしてなりませんがこれねたびたびあったんで本来ならば総理補佐官あるいは官邸のスタッフが注意をするべきところですがそれができなかったならば閣僚婚で。 誰か勇気を持って発言したというような事実はありますか。私は両大臣は。あの、この安倍内閣の中で。数少ない良識の持ち主だと、大いに期待をしておるわけでありますが。そんな経緯はありませんでしたか。岸田外務大臣。えー、まず、あの、え、御指摘の。まあ、総理の発言については。あの。 まあ、昨日、総理自身が言い間違えたというふうに発言をされておりますし、えー、ご指摘のようなあの閣僚婚等で,です、ねまあ、誰かが指摘したというようなことは、あのーまあ、記,記憶にはあございません。あのー、この具体的なこの発言について、えー、こう何か申し上げる立場には私はありませんが、まあ、一般論として申し上げるならば、 やはり権力というものは、まあ、謙虚に行使しなければならない、やはりあの丁寧な説明が求められる、えー、こうしたことは、こうしたまああの姿勢は大変重要であると認識をいたします中谷防衛大臣。はいまあ、あの内閣総理大臣というのは、行政府のまあ長でございまして、まあ、あの総理からもあの答弁がありましたけれども、 あの行政府の長としてお答えをしておりますが、もしかしたら言い間違えたかもしれませんと答弁をされているものと承知をしております。私もあの答弁のときに、時々言い間違えをいたしておりますが、あの言い間違えたのではないかと思っております北川君まああの。自分の体験を誇らしく言うつもりは全くないんですが、私も鳩山内閣、菅内閣で閣僚をしておりましたが、まあ、特に、 菅総理はまあいらかんというあの別名もあるように、えー、とがく人をお怒ったりするんで、まあそういう時は私はあの平気で、えー、注意を促しておりました。ご了承あのぜひまたそういう意味でこの国のために、えー、勇気を持ってご発言をいただきたいと思います。さて限られた時間でありますので先に進みますが、まあ昨年の安保法制の審議をした。 特別委員会のことを少し振り返ってみたいと思いますが、まあ、あ民主国会において、えー、私はあの議会制民主主義が極めて重要な制度である、皆さん方も同じことだというふうに思いますが、しかしまあ一方で、えー、極めて脆弱な面もおあります、まあ、法的には憲法と国会法、それからあ参議院規則というものがあるわけでありますが、しかし運営上、大半は、 参議院の本会議、あるいは委員会の宣例録、これはあの議運が決定したものでありますが、大半はこれに従って、えー、運営されておるわけであります。従いまして、国民から選ばれた各議員が自立して、その誇りと責任を自覚して行動しなければ、議会は非常にもろいものになります。 例えば今回の特別委員会の決定や会議録末尾の補足掲載。これは福山議員が丁寧に再三にわたってあの指摘をしてきておりますが、これは今までに前例のない悪霊中の悪霊であります。これがもし前例となれば、まさに議会の自殺行為であります。 私はさらに、えー、議会運営委員会でしっかり協議をして、最低限でも前例としないというような決着をつけるべきではないかなと。議会の権能が失われて、形骸化した場合にどういう結末をたどるかということは、昭和の歴史の中ではっきりいたしております。議会が形骸化して、軍部が これを抑えて独裁的な政権運営をした結果300万人もに及ぶ国民が命を落とすという悲惨な歴史を我々は間近に見てきたわけでありますからこの点についてはしっかり議会が自覚をするべきだというふうに私は思っておりますさて今年のお正月早々芥川釈迦の池澤夏樹さんが あ現在の政治を見るというコラムを書かれました、そこに、安倍政権を傲慢でコントロールが効かない暴走状態である、言葉に責任の裏付けがなく、論点をすり替える今の状態は言葉の墓場であると、こんなふうに痛烈、えー、に批判をしておりました、えー、現在の安倍政治については、私は強権的かつ極めて危険であると思って、 ておりますあたかも理想実現を大義のように言いつくろっておりますが実態は数を背景に国民の多様な意見に身を貸さない自説にこだわる度量の小さな政治ではないかというふうに思っておりますまあ、その中でお二人の大臣は先ほど申し上げましたように私らにとっては 非常にあの常識的で、えー、期待の持てる政治家であるというふうにあの感じております。まあ、それだけに、えー、先ほどお話になりましたように、あえて総理に直言をしないというようなこともお聞きしましたが、極めてつらいお立場だろうなと、あの余計なことでありますがあの、ご同情を申し上げる次第であります。さて 世界の歴史を振り返ったときにですね、どういうことが政治の世界からこう見えるかというと、私は、あの、理想の追求が正義の追求と同一されたときに間違いが始まる。理想の追求が正義ならば、それに反対する勢力は悪となるわけでありました,したがって悪を排除する行為が、 正当化されるわけで理想の追求であるはずの革命運動には反対派に対する容赦のない弾圧やあ粛清が伴う歴史の現実があります。例えて言えば十字軍の遠征、あるいはフランス革命のギロチン大の処刑、ロシア革命におけるスターリンの粛清、あるいは カンボジアのポルポート政権大量略殺、中国の文化大革命、数えたら限りがない、そういう歴史があります。まあ、政治の世界でそれをどう乗り越えるのかということになるわけでありますが、私は、理想主義と現実主義は対立概念ではないという基本的な考え方を持っております。社会を改善するには、 理,理想主義と現実主義は車の両輪であるべきだ。理想主義者が理想の多元性を自覚をし、謙虚になり、現実主義者が現実の惰性を認識して未来に希望を持てば、両者は対立ではなく、相互補完になります。政治の究極は私は、 とと寛容の精神だというふうふに思っております政治の世界には永遠の敵もいなければ永遠の友もない、ただただ国民に対する奉仕が基本である、これはまあ、ほぼ40年、政治の世界で、えー、歩いてきた私のある種の定款であるように、自ら持っておるわけであります。 まあそこで、いまさ、あ、ら言っても仕方のないことだということではありますが、安保法制は1国会だけでなくて、平成15年成立のいわゆる有事法制のように、3国会をかけて、与野党合意の下で共同修正案が可決された、あの経験をに学ぶべきであったというふうにあの思っております。 これだけの国家の対応が変わるものを、一国会で強引に通したということは、我が国憲政史上の一つの汚点ではないかというふうに、かなりことを申し上げますが、両大臣はどんなご感想をお持ちでございましょうか岸田外務大臣。まずあの、お話を聞いておりまして。えー 理想と現実は対立するものではないというお話、私もその通りだと思います。我々この議員たるもの、絶えずその、この狭間の中で苦悩し、努力をしている、これが現実ではないか、このように思います。そして、平和安全法制について、どう考えているのかという話がありました。もちろん一国会で この処理をする、えー、このおこのお何時時間をまあ限定して議論をするこうしたあの国会での取り扱いについてはこれはあの国会議会においてご判断されることでありまああの行政の立場からあの今日出席している私から申し上げること何か申し上げることはまあ控えたいと思いますがあの昨年のまあ平和安全法制は。えー この国民の命やこの暮らしを守るために、政治として具体的にどう対応しなければならないのか、どこまで必要とするのか、こういった議論を行うと、一方で、この平和憲法との関係において、我々はどこまで現実の対応が許されるのかというこの議論が行われ、この2つの議論の このを両立させるためにはどうしたらいいのか、こうした重要な議論が行われたと認識をしております、こうした構図の議論は、かつて我々の先輩たちもたびたび、この苦悩し、努力をしてきた、この構図の課題であると思っています。自衛隊ののののののの創設の時時時ももも安保の改正の時もあるいは PKO 法案の議論の時も この同じ構図の中で苦悩し、議論をし、結果を得てきたあの、昨年もこの同じ構図の中で、重要な議論を行ったものであると認識をしております、引き続き、しっかりとこの議論の意味を、この国民の皆様方にも説明をしていきたいと考えています。中谷防衛大臣 あのまあ平和安全法制というのは、我が国の国民の命を守り、そして平和な暮らしを守るために必要なあの法律であるという認識しております。で北沢大臣におかれましても、防衛大臣として720日在任をされました、でこの間もあの国際的なあの国防大臣との協議、これ、13か国、そして33回にわたるあの会談を経て、ああのその後も、 ふたふた防衛大綱、えー、またあの日米間の協議もです、ね、行われて、まあ、それがあのガイドラインの変更にもつながって、えー、いるわけで、えー、ございますが、まあ、やはりあの現時点において、えー、我が国の平和と安全を守るということにつきましては、あのその前の,あの法律においてです、ね、やはり、えー、改正なり、まあ、変更が必要でございまして、まあ、これはあの随時ずっとあの政府間で、 あの協議をしてままいったまあそれの,あの修正点でございます特にこの5年間において、我が国をめぐる安全保障情勢、急激に変わってまいっておりまして、私といたしましては、現在のその前の法律では対応できないような部分を、前回の平和安全法制の,あの修正、また制定によって、保管をされたものでありまして、ああ議論を 衆参、行いましたし、また、それぞれの委員の皆様からご指摘もいただきました、しかし、私といたしましては、説明すべき点は説明をさせていただきましたし、また成立後も諸外国の国々で説明をさせていただきますが、ほとんどの国がそれに対して理解、また了解をいただいて、 あの国際社会として、あの防衛協力もやっていくということでございますので、まあ、そういったあの議論の成果ですね、あの成立をした法律であると認識しております北沢君あの。私が求めているのはそういうことではなくてです、ね、国の形、えーまあ、特にこの安保法制のような、我が国の安全保障をどうするかというようなことは、あの議会の中でしっかり実現をして、 先ほど申し上げたような15年の有事法制のように与野党が修正協議をして成立すると、そのことによって国民が安心感を持ち、さらにはあもう一つ極めて重要なことは、その任務に当たる自衛隊員が国政のは大方の同意を得てできた法律に基づいて自分たちは行動をするということに大きな誇りを持って、そして えー、しっかりとした任務遂行をすると、こういうことではないかというふうに思っております、まあ、あのちょっと時間を少し、あの頂戴をして、えー、もう少し、えー、させていただきたいのですが、私は専守防衛の定義ということに大変あのこだわりを持っております。戦防衛のの考え方は先において我が国が国犯しした過ちを反省し 日本が二度と軍事大国にならないという意思表示を世界、とりわけアジア諸国に対して示したものでありまして、今日の我が国を取り巻く世界情勢および安全保障環境を考えたとき、これまで我が国が戦後にわたり貫いてきた戦死防衛の考え方を今後も維持すべきだというふうに私は考えております。周辺諸国に対し 日本が二度と戦争を起こさないのだという強いメッセージが、戦死防衛という考え方そのものだというふうに思います。一方、安倍内閣は、いい加減な説明で、戦死防衛の方針も定義も、いささかも変えていないと強弁しております。お二人の大臣も、それを議会の中で補完をしております。 しかし実際のところ、その実質的な意味をなし崩しに変容させてしまっているのでありまして、このことが周辺各国の不信感を招くものではないかと、私は非常に危惧をいたしておるところであります。先ほど、私の大臣時代のこともお話をいただきましたが、私も、月長官と8回にわたって会談をいたしております集団。集団的自衛権について、彼から 私に要請のあったことは一度もありません安倍総理はこの法案が成立してからいかにも誇りげに太平洋のハリスさんでしたから長官の言葉を引用してアメリカが高く評価しているようなことを言いましたがこれとんでもない大間違いなんですね本来一国の総理が相手国の評価をどう見るかということは 相手国の大統領、あるいは政治家がどう評価してるかということであって、実戦配備されたとこの司令官がこう言ってるからなんということを、日本国の政策の評価にするなんてことはとんでもない、多分誰かがあのそのことは指摘したんだろうと思いますが、ピタッと止まりましたね、ピタッと止まった、ピたッと止まったことが今、私が申し上げていることの 意味だというふううふに思うんであります、まあ、さ,さてそこで改めて専守防衛の定義の相手から武力攻撃を受けた時がどういう時のことか考えてみたいと思います従来は相手から武力攻撃を受けた時とは我が国が攻撃を受けた時とされてきたすなわち日本自身が攻撃を受けたのであるからそれは直ちに日本の存立が脅かされることになり 戦士防衛の考え方に基づいて自衛隊を発動することになるというふうに理解をされてきました。しかしながら安倍政権では相手から武力攻撃を受けたときに他国が武力攻撃を受けたときが含まれるようになったわけであります、今回。その一方で安倍政権がいささかも変えていないという戦士防衛の定義の中には日本の存立が脅かされる場合について 何ら具体的には規定されていない、ただ単純に相手から武力攻撃を受けたときと書かれているのであります、昨年7月30日、安保特別委員会で広田議員が、専守防衛の定義と存立事態とは相いれないとあのあの、丁寧に粘り強く質問をししておりりましたご了承を答弁を繰り返しておりました。 まあ皆さん方から見れば、しつこいと思われたと思いますが、安全保障環境の変化による政策判断か、法律論かということをしつこく聞いて、最終的に総理は、これは法律論だというふうに、えー、あ47年の政府見解は法律論であるというふうに認められたわけであります。したがってて安倍政権の進めている 限定的、集団的自衛権行使は、専守防衛の枠を超えていることになるわけであります。そうすると、誰が攻撃を受けたか、その対象に重要な変化があったのであれば、そのことを専守防衛の定義にきちんと書き込むことが、本来の筋道であります。我が国の存立が脅かされる事態かどうか。 では触れられらずただ、相手から他国が武力攻撃を受けたときに、防衛力を行使することが戦士防衛といえるなど、言えるなだろうかと、これね、この議論を私、もう一度議事録を読んでみて、はっきり分かったら、これは私の推論でありますもしこれを書き込めば、憲法違反の指摘を受けることに、そういう恐れがあるから、あえてこれを入れなかった。 邪推と言われれば、私はそうではないと申し上げますけれども、あの議論を聞いていると、なかなか考えて、このことを書かなかったんだなというふうに思っております。今回の集団的自衛権行使を可能にしたこの法律は、私は間違いなく日本の国を大きく変えた。 言われるように専守防衛に全く変わりはありませんということはまあ言葉が悪いが嘘っぱちでありますそこでお手元に柿ツバタ綾目花勝負の花をこれは季節だから皆さんに配ったわけではないんでありまして私は先々週、えー 東海道線の新幹線に乗りましたらあそこの雑誌の中に、えー、ち,ょちょうどじ時期でありますから勝負のことが書かれておりましたいず,いずれが「あやめ」か「かきつばた」という言葉がありますが分かってるようで意外に分かってない私はこれを「戦士防衛」に例えて今日お,お話をしようと思ったんですが「かきつばた」はまさに「戦士防衛」なんです カキツバタは周辺のこの葉が囲ま、囲んでいるように葉よりも上へ出ないで花を咲かせてるんです。まさに戦士防衛の象徴であります。隣のアヤメは少し花が葉よりもちょこっと出てるんですね。限定的集団的自衛権行使。 これがさらに進むと、花勝負になって、葉ははるか下にあって、ぐいと花が大きく出ております。これを称して、地球の裏側まで米軍と一緒に行くのかと、こう指摘されているところであります。まあ、私の勝手なあの説明でありますが、私はこれを見てあ、あ今、日本の国で議論されているのは、あの柿バがいつの間にやら花勝負になっていく。 んだなとこういうふうにあの感じてこれを皆さんにお示しをしたわけでありますがどうかあご了承私も40年という話をしましたが東京でサラリーマンをしてて突然、えー、家庭の事情で長野へ帰らなきゃいけなくなって政治の世界へ入るように勧められて、えー、1年半ほど。 小坂善太郎先生の秘書を東京でさせていただきましたその時、まあ、小坂善太郎先生は皆さんと同じ宏池会でありますまあ宏池会、えー、前尾重三郎先生の総裁選のお手伝いもしましたあそこで大平先生の姿も見ました宮沢貴一先生はまあ,あ その当時はまだお若い方でありましたけれども、まあ、総理の時にも私はあお話をする機会が得ましたあ、この集団は日本のある意味知性だというふうにあの言われてきましたが、私は当選してからは、あ形成会所属をしましたが、形成会から言わせれば、あの連中は言ってるだけで何にもしないというふうによく言われておりました。国会で さまざまなことが起きますと、大概あのその処理をするのは、その人たちであったように、えー、思います、しかし、えー、触れさせていただいたただいま申し上げたような人たちの,あの政治姿勢は、私に感銘を与えてくれました、で当時はまだ本当にあの政治がダイナミズムでありましたあ、高度経済成長のいう背景があったからかもしれませんが、私は、 勉強ですからあのしょっちゅう用もないのにこの院内に来て、えー、佐藤総理が本会議場へ入る姿あるいはその後からあ田中学芸、えー、幹事長があたくさんのお役人やあ新聞記者を従えて、えー、それこそ疾風怒涛のような雰囲気でオーラを発しながら歩いてる姿をあの見て。 国政というものを吸収して田舎へ帰った思い出があります今日この参議院で24年間勤めさせていただいて今私は政治が劣化していると議会が劣化しているということを痛切に感じておりますこれは我々自身が自覚しなければならないことではありますけれども私は将来にわたって議会が 法制度の下で独立して、きちんと政権と対峙し、そして正すべきところは正していくという、そういう姿をしっかり、これは与党の皆さん方にもお願いをしなければならないうこところでありますがあ、そういうことを感じている次第でありまして、以上、申し上げて、えー、私の質問を終わらせていただきます、ありがとうございました。福山哲郎君。 おおはよようごござざいいいいままますすす福山哲郎でございますよろしくお願いいたしく願た今、北沢元防衛大臣のお話を受けまりました、私も、えー、初当選のときに国対の副委員長で行くと、北澤先生が国対委員長であられまして、まあ、北沢学校にまず入学をして鍛えられて、甚だ至らなかったわけですが、 昨年の安保法案の審議では、特別委員会で北沢筆頭理事、私が実績という形でやらせていただきました、その折も本当にあのご指導いただきましたし、政権の時には、防衛大臣と官房副長官という形で、原発事故の対応、そして各国との対応等についてもご指導いただきました。今、お話を承りまして、まあ、北沢先生の後を受けていく世代として、 議会の劣化ということについては、我々自身も反省をしながら、与野党ともにそのことについて努力をしていくということを、岐阜に銘じてやっていきたいと考えさせていただきましたあの、北田先生には心から長年の我が国に対するご貢献に、そして議会に対するご貢献に、心から感謝と敬意を表したいと思います。え時間がもうああまままりありませんので、ま、ず 今日の審議であります、ドイツ、チリ、インドの租税関連条約については、賛成ということをまず述べさせていただきたいと思います。一方で、沖縄で非常に残念で痛ましい、強い憤りを覚える事件が起きてしまいました、本当に報道が進むにつれて、もう怒りを通り越して、なんとも言えん気持ちになる、そんな事件でございます。 そのたびに再発防止、後期粛清という話に事件が起こるたびになりますけれども、本当に実効性を伴うのかどうかについては、沖縄県民の皆さんの不信感と怒りは、まさに頂点に達しているんだと思います。我々、実は政権のときに、日米の地位協定の新たな枠組みの合意ということで、まあ、 若干の公務中の犯罪についての地位協定の改定をさせていただく努力をいたしましたまたその後2012年にはやはり事件が起こりましたので日本に滞在する前アメリカ兵の皆さんに対する夜間外出禁止令や再教育等についての対応もさせていただきましたがあれらのことがどれほどの効果があったのかと考えると 内心軸地との思いでいっぱいでございます、えー、今日先ほども沖縄県連の我が党の花代代表ともお話をさせていただきましたまず防衛大臣が安倍大臣お伺いしたいと思います沖縄県民の皆さんの思いはやっぱりこの再発防止策とか後期粛清が一体どの程度我が国がきちっとアメリカに伝える伝えて 実効性がある対策が講じられているかについて、不信感があると、この好奇粛性や再発防止について、沖縄の声もアメリカに伝える機会を、ぜひ政府との関係で場を作っていただきたいと、それは昨日う、小永知事が言われた、ボマ大統領に話し合いをする場を持っていただきたいとは、また別の観点で、この好奇粛性と再発防止という観点に関して、 沖縄の声を直接伝えて交渉できる、そしてそこに外務省や防衛省が一緒に入るような場が欲しいという声がありますが、このことに対して、まあ、両大臣なのか外務大臣なのか、どちらでも結構ですが、まずお答えください岸田外務大臣。はいえっと、まずあの冒頭、ちょっと一言だけお許しをいただきたいと思いますが、まずあの、えー 北,北澤先生のこの24年間にわたるこの議会人としてのご貢献に心から敬意を表し申し上げたいと思いますあの。昨年の平和安全法制は国民の命や暮らしを守るために重要な議論であったと私は認識しておりますが、ただ、この議会の劣化等、先ほど貴重なご指摘をいただきました。このお言葉をしっかり重く受け止めて 未来に向けて引き続き努力をしていきたいと考えます。そしてその上で今福山委員の方からのご質問についてあのご答えをさせていただきます。まずあの今回の事件はこのまあ米軍属によりますこの卑劣な行為による残忍極まりない凶悪な事件であり極めてまあ遺憾であります。そして米国に対しましては。 まずは強く抗議を行い、そして今、この捜査が進んでいるこの事件に全面的に協力を求める、そして米軍人、米軍族の後期粛清を求める。そして効果的な この再発防止策をしっかりと示して、示すことを求める、こういったことを米国側に求めたわけでありますが、あのぜひ、まずはこの米国の努力が重要でありますが、こうした再発防止等につきましては、政府としましてもしっかりとしたこの対応をこのが求められます。ぜひ政府としましまても しっかりとこの努力をしなければならない、このように認識をしております。そしてこの、この今回の事件について、具体的にどう対、どうこの沖縄の皆様方に説明し、そしてどう対応していくかということですが、一つ、この考えなければいけないのは、今回の事件は米軍属によるこの,この事件であります。こ,の事件こうしした事件に対して 具体的にどう対応するのか、効果的なこの対応はどうあるべきなのか、こういった観点から、しっかりとしたこの説明、あるいは対応を考えていかなければならない、こういった点は一つ、しっかりと念頭に置いておかなければならない、このように考えております福山君。あまりはっきりとした明言はいただけなかったのは残念ですが、防衛大臣は国別式にも参列されましたので、 多くののの皆様の悲ししみの場にいいいらっしゃっゃたたたととと思ままますす、ま、国防長官とも電話で会談をされたと聞いております、まあ、そのことも踏まえて、沖縄県民の皆さんのこの再発防止策等々についての協議の場で、しっかり沖縄の皆さんの声を入れて協議をするような、えー、場を作っていただきたいという声について、防衛大臣の所見をお伺いしたいことと、国防長官とどのような話をされたのか、お答えいただけますでしょうか。 中谷防衛大臣はいあの日曜日に国別あ訂正します土曜日に国別式が行われましたまああの私はやはり今回の事件であの犠牲になられた被害者に対しまして心からご冥福を申し上げますと同時にあのごご親族の皆様あそしてまああの沖縄の県の皆様方にですね。 大変申し訳ないという気持ちをお伝えをし、また、えー、心から哀悼の意を、まあ、表したわけでございますあの。葬儀に出まして、やはり二度とのこのようなことが起こらないように、しっかり政府としても対応しなければならないということを肝に銘じました。あのその日のの日夜ででありまますがアメリカのカータータ国防長官と電話で会談をいたしましたししけれども 今回の事件につきまして、極めてこれは残忍で、凶悪で、決してあってはならない、言語道断の出来事であると、強く遺憾の意を表し、抗議をいたしました、そしてこの再発防止につきましても、具体的に、そして効果のあることを講じていただくように、 これはあの米国としてですね、あの取り組むべきことであるということを申し入れをいたしました。であのカ長官の方からですね、あの今回の事件については大変痛ましく、そして米国としても大変重く受け止めているということで、亡くなられた被害者とご遺族に心から深い謝罪の意、これを表明をしまして、今回の事件に。 捜査に全面的に協力するとともに、二度とこのような事件が行わないように、米軍人、軍属に対する事件、事故の再発防止に向けて、できることはすべて行う旨の発言がございました、であの沖縄に参りました折に、ニコルソン4軍調整官と面会をいたしまして、具体的に米軍人、軍属を含むです、ね、対応を早急にまとめて、 実施をしていいたただきたいとでこれについては、沖縄の防衛局長ともです、ね、あのしっかりと協議をして、えー、そしてあの日本側もしっかり対応するように、沖縄防衛局長にもあの命じましたあの、この点につきまして、あの早急にです、ね、あの日米間で協議をいたしましてあの、こういった点の再発防止について、えー、見解をまとめてです、ね、それが徹底されるように、あの今後、努めてまいりたいと思っております福山君。 もう時間だと思いますが、えー、っと。今のお話は理解はします。しかしその政府間のやり取りについて、沖縄県民の皆さんに。今不信感が高まっています。だからこそ、沖縄がその再発防止策にどれほど。きちっとコミットできるかということについて、求める声がたくさんあります。その一番大きな。問題提起が。オバマ大統領が訪問される際に。県知事との会談を申し入れたのが昨日の。 安倍総理ととの会談だと思いますぜひ、えー、外務大臣、防衛大臣におかれましては、政府として一歩踏み込んだ形で、沖縄県民の皆さんの思いを受け止めるようなご対応をやっていただきますことを、お願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 清君沖縄県うるま市の女性会社員の死体遺棄事件は、米軍属による卑劣で極めて残,念残忍な事件であり、強い憤りを思います。ご遺族の悲しみ、また沖縄県民の心情を思うと、ことばも出ないわけでありまます私も米国政府に対ししして強く抗議をいたします。 また、警察、検察当局においては、徹底した捜査で真相究明をするとともに、また、法に基づく厳正な処罰を求めるものこのように確信をしております。そこでまず、外務省に事実関係を確認をしておきます。米軍人、軍属による犯罪が繰り返され、日米地位協定の抜本的な改定を求める県民の声が高まり、 尾長県知事もこれを求めております、まあ、そこで事実関係として、日米地位協定が今回の事件の捜査に何らかの支障となっているのかどうか確認をいたします外務省、森北米局長。お答えいたします。 本件は本年4月28日夜から翌29日未明にかけて発生した事件でございますが、5月19日に沖縄県警が被疑者を逮捕するに至ったと、で同日夜の沖縄県警による記者会見において、本件につきまして、日米地位協定が捜査の障害となったようなことはないという説明があったと承知しております。 また、本件は米軍属による公務外の犯罪でございまして、我が国が第一次裁判権を有しております、そして本件では、日本国の当局がすでに身柄を拘束しており、今後の手続きが日米地域協定によって滞ることは想定されないところでございます。原木君委員長対応された被疑者はは米米軍軍属属ののの身分を持ちます、まあ、こいいうのはどういうど 身分なのかそしてこの被疑者の男が沖縄への滞在が認められているのは、日米地位協定が根拠,で根拠となって滞在が認められている、このことには間違いありませんか森北米局長。米軍の軍属につきましては、地位協定に規定がございまして。えー ご指摘のとおり、被疑者は、この地位協定上の軍属の身分を享受しております。そして、日米地位協定は米軍、米国がそのような軍属を我が国に入れることを認めております。えー、従いまして、えー、被疑者はこのような地位協定の規定に従って、えー、軍属として沖縄に滞在していたというふうに承知しております。荒木君。委員長。 そうしますと、被疑者は日米地位協定に基づいて、この条約上の根拠に基づいて滞在しているわけでありますから、今回の犯罪が日米地位協定に関係がない、このようには言えないことは間違いないわけですが、確認を求めます。森北米局長。 先ほどご答弁申し上げましたとおり、えー、本件につきましては、これまで日米地位協定が捜査の障害となったことはないと承知しておりますし、今後もその手続きが地位協定によって滞ることは想定されません。一方、あの今、ご答弁申し上げましたとおり、被疑者は日米地位協定上の軍属の身分を享受し、 そうした軍属として沖縄に滞在していたと、このことを踏まえまして、政府としては米国政府、在日米軍に対しまして、厳重な抗議を行い、そして再発防止策の速やかな策定をしっかりと求めているというところでございます。原木君委員長外務大臣にお尋ねいたたししししまますこうした法的な関係からしましても日米地位協定を 改定すべきし,すべしという意見が、えー、今回の事件を通して、えー、さらに高まっていることは私は理解ができるわけであります政府としてもこうした声はきちんと受け止めて地域協定のあり方をこの際真摯に検討すべきであるこのように考えますがいかがですか岸田外務大臣まずあの今回の事件につきましては米側に 強く抗議することと合わせて、捜査への協力、後期粛清、そして再発防止、こうした点を求めています。あのまずは、この米側のこうした取り組みをしっかり求めていくことが重要であると認識をしております。その上で、この申し上げるならば、この日米,協定日米地位協定については、さまざまな意見がある。 これはあの承知をしておりますが、政府としては、手当てすべき事項の正確に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取り組みによって、不断の改善を図ってきた次第であります。あの引き続き、こうした個々の問題において、目に見える改善を一つ一つ積み上げていく。 まあこうしたことによって、日米地位協定のあるべき姿を追求していく、えー、こうした姿勢は重要であると認識をしております。まあ、こうした取り組みを続けることによって、国民の、そして沖縄県民の皆様方の,方の理解を得ていきたいと考えております。木君、えー、外,外務大臣大臣臣防衛そそれぞれれれぞぞおお尋ねいたします、えー、それぞれのお立場で 米側の捜,査捜査への米側の全面的な協力と、米軍人、軍属による犯罪の実効,的実効性のある再犯防止対策を、米国に対してしっかりと求めていただきたい、両大臣におきましては、これまでも今の答弁で、先ほどの答弁で、捉えてきたわけでありますけれども、一層毅然とした対応を捉えたいと考えます見解をお尋ねします。 中谷防衛大臣 <laughs>、はい、私の方からあの事件が発生しましてあの、具体的に行ったことにつきましては、まず逮捕された当日の深夜に、ドーラン在日米軍司令官と直接面談しました、で21日におきましては、沖縄に、えー、参りまして、ニコルソン四軍調整官と直接面談をいたしました。 21日の夜は、カーター国防長官と電話会談を実施し、今回の事件について極めて強い遺憾の意を伝え、強く抗議をし、米側がご遺族の心情に寄り添った心のこもった対応を行っていくということ、そして米軍人、軍属の後期粛清と事件、事故の再発防止の徹底、これを強く求めました。 であの防衛省といたしましては、米軍関係者による事件・事故の防止には、まず、米側の努力が重要であると考えておりますが、私から沖縄の防衛局長に対して、米軍人のみならず、米軍属による事件・事故の再発防止について、米側のニコルソン四軍調整官と議論を行うように指示をしました。でこれに対してニコルソン四軍調整官からは、協力する回答があり、また、 カーター国防長官に対しても、ニコルソン四軍調整官による取り組みをバックアップしてもらうように要請をし、カーター国防長官からは将来、このような事件を防止するためにできることはすべて行うとの発言がございました。防衛省といたしましては、関係機関と協力をしながら、速やかに米側との議論を行いまして、米側において実効的かつ説得力のある再発防止策が取られるように、努力を進めてまいりたいと考えております岸田外務大臣。 あの先ほども答弁いたしましたが、あの今回の事件を受けて米側に強く抗議することと合わせて捜査への協力、そして抗議抑制、そして再発防止、これを強く求めております。米側のまずは米側の努力が重要であると考えていますが、あのその際に今回の事件、この米軍属による この,この卑劣な行為によって引き起こされた、この大変残忍な、凶悪な事件であります。この米軍属の,この事件の防止という観点から、米側としっかり話していく、この点は大変重要なことではないかと思っております。いずれにしまししまてもこの、うん、その今後米側ととっかりと 話し合うことによって、米側から納得のいくこの説明をしっかり受け、そして県民の皆様方にも、しっかり説明、えー、責任を果たしていかなければならない、このように考えます荒木君。委員長。あの私はあの防衛大臣に対する質疑は終わりましたので、あの委員長のお別らいで結構でごいざます。 次に G7 伊勢志摩サミットが迫っておりますが、SDGs の推進について、何回も取り上げてきましたが、お尋ねします。我が国はこのサミットにおきまして、議長国としてこの SDGs の重要性を強く訴え、その実施を加速する、加速強化するメッセージをしっかり出せるよう、外務大臣にはさらなる努力を要請をいたします。 決意をお達成します。岸田外務大臣。えっとあの SDGs ですが、えっと昨年9月、えー、採択をされています。よって今回の、えー、G7 伊勢志摩サミットは、えー、SDGs が、えー、採択された後初めて開催されるまあ G7 サミットということになります。あの伊勢志摩サミットにおいては。 この国際社会で特別な責任を持つ G7 として SDGs 実施に向けた国際社会の取り組みの重要性を強調していく必要があると考えていますあのこの G7 の開催に先立って先日 SDGs 推進本部を設置いたしましたそしてその中で中東地域の安定化国際保健政策 女性の活躍推進に関する具体的な貢献策、こうしたものを打ち出したことは、我が国が議長国として SDGs 実施に率先して取り組む姿勢を G7 を通じて国際社会に示すものであると考えています。まあ、ぜひあの議長国として G7 が最大限実施に取り組むとの力強いメッセージを発信する、このことによって、 この国際社会全体の実施を促進するべくリーダーシップを発揮していきたいと考えます。ア木君、はい、ドイツとの租税協定について一問お尋ねいたします。え、本協定は OECD におけるさまざまな議論の成果が反映をされております。え、そこでこの協定が今後我が国が締結する租税条約の一つのモデルというか標準形と。 なっていくのかかどうかそしてまた、本協定には特典、えー、制,制限条項、まあ、この特典の教授の乱用をです、ね、防止をする、そういう条項も設けられておりますけれども、こうした条項を設けた意義、必要性について、お尋ねいたします。武藤外務副大臣 日独租税協についいてて私からお答えさせていただきます租税条約を提携するにあたりましては、2国間の健全な投資、経済交流を促進,する促進する観点から二重課税を防止するために所得が生じる国、いわゆる厳選地国ですが、その課税権を制限するとと,ともに、租税条約上の特典が的確なものによってのみ享受されるようにすることが大事だと、重要であるというふうに認識をしております。 この点に関して、今、先生からお話ございました、日独租税協定についてですけれども、租税条約を締結する際の国際標準とされております、OECD モデル租税条約よりも、原産地国の限度税率を引き下げるとともに、租税条約上の特典の享受を一定の要件を満たす適格者等に限定する特定制限条項を規定することなど、2国家の健全な投資、経済交流の促進という目的を 最大限追求した内容となっていると言えます。個々の租税条約の具体的な規定内容は、相手国との交渉によって決まるものでありますけれども、今後の租税条約交渉においても、OECD の議論を踏まえつつも、できるだけ2国間の健全な投資、経済交流の促進に資する内容になるように交渉してまいり,ままいりたいと思います。そして、えー 租税条約の目的でございますが、二国家の健全な投資、経済交流を促進することであるところでありまして、例えば営業実態にないようなペーパーカンパニーなど、不当に租税条約の特典を享受することを目的とするものに対しても、特典を認めることは適当ではないというふうに思います。そのため、租税条約の乱用を防止する観点から、日独租税協定においては、原則として、租税条約の特典付与を一定の要件を満たす適格者に限定する 特定制限条項を設けております個々の租税条約の具体的規定内容は相手国との交渉によって先ほど申しましたと決まるものでありますけれども今後の租税条約交渉においてもできるだけ条約上の特典が乱用されないような規定を守るべく交渉してまいりたいと思っております以上です荒木君委員長地理との租税協定についても一問を達成しますこの協定締結につきましては2014年に行われた チリ側の税制改正が影響しているとも聞きます、えー、そこで、えー、そのチリ側の地理での税制改正によって我が国企業に何らかの不利益があるのかまた本条約締結によってそうした不利益が解消できるのか説明を求めます高瀬中南米局長お答えいたします 先生ご指摘のとおり、チリでは2014年に税制改革が行われておりまして、法人税をはじめとする所税が改正されております。この改正により、チリとの間で租税条約が発効している国の居住者か、そうでないかによりまして、20え2017年、来年以降、チリ法人から受け取る配当に対する実効税率に約2倍以上の差が生じることになっております。ただし 2016年中に租税条約が署名された国の居住者が受け取る配当への課税につきましては当面の間租税条約が発行済みの国の居住者と同様に扱うという過渡的措置が取られております日本とチリとの間の租税条約は本年1月に署名済みでございますので現時点で配当に対する課税において日本企業が不利な扱いを受けるということはございません しかしながら、日・地理租税条約の対象は配当に限られるものではございませんで、投資所得に対する源泉地国課税の範囲を縮減するものでございます。近年、わが国企業の地理への進出が進む中で、これらの日本企業が租税条約に発行,発行に寄せる期待は極めて多高ございます。 井上聡ん、日本共産党の井上聡です、えー、沖縄で女性が遺体で発見をされそして米軍属が逮捕された事件改めて心からの怒りそしてご家族へのお悔やみを申し上げたいと思いますあの先週金曜日の拉致則で、えー、岸田大臣にこれは基吉あるがゆえの事件であり、えー 地位協定の抜本改定、そして基地撤去こそが最大の再発防止策だということを申し上げました、改めてそのことを申し上げておきたいと思います、その上で、ドイツ、チリ、インドとの総勢条約でありますが、総勢条約は二重課税の回避、及び脱税、総勢回避行為の防止のためとして、2003年の日米総勢条約以降、各国と結ばれてまいりました。 一方、今、国際的に大きな問題になっているのが、二重非課税という問題です。パナマ文書が明らかにした、大企業や大資産家の租税回避、税金逃れが国際的に大きな怒りになっております。まず、国税庁にお聞きします。あの国際的なネットワーク、タックス・ジャスティス・ネットワークによれば、タックス成分に隠された世界の富は、2010年末でも推定21から32兆ドル。 まあ一ル110円で換算しますと、2310兆円から3520兆円という莫大なものとなります。OECD は、多国籍企業による税逃れだけで、税収が年1000億ドルから2400億ドル失われていると推計をしておりますが、まあ、政府は日本の企業による税逃れで、我が国の税収がどの程度失われていると推計をされているんでしょうか国税庁中村調査査察部長。 お答えいたします、えー、OECD は国際的な租税回避問題に対処するためいわゆるベップスプロジェクトを取りまとめておきましてその中でご指摘のように国際的な租税回避による法人税の失われた税収の規模世界全体で1000億ドルから2400億ドルと推計しておりますしかし OECD はこの推計を示す際にこの推計の基礎となるデータや試算方法 それらについては課題が多く残されており実態を反映した結果を示すためにはさらなる検討が必要と結論づけておりますこのような状況でございますので基本的にデータ等の制約があり日本についてはそのような推計は行っておりませんいずれにいたしましても国際的な租税回避に対しましては国税庁といたしまして調査体制の整備を図る海外取引に係る資料などを活用する 租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施する、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適切に対処してまいりたいと考えております井上聡君あの。もちろん、o いしいの推計も一定の制約を持ったものでありますが、まあ、だからこそ幅は広くなっております、しかし私はあのそういうような形であれば、日本としても推計は可能だと思うんですね。 あの社会保障のために消費税増税が必要だと言うけれども、まあ、こういう課税逃れをきちっと補足をすれば、庶民への増税など必要ないという声が今、大きく広がっていますが、まあ、そういうことが一層こう明確になるのが都合が悪いということなのかなと思わざるを得ないわけですね。で外務大臣お聞きしますが、あの国外に逃げることができない国民にはしっかりと課税をされると、一方で大企業、大資産家が国内の税制で優遇をされて、 さらにタックス成分で利用して税金逃れをしている、このことに非常に大きな憤りの声が上がっておりますけれども、大臣の認識はいかがでしょうか岸田外務大臣。えとまずあのご指摘のように、大企業、あるいは富裕層のこの課税逃れが、まあ、横行するということ、これはあの税の公平性の観点から、これはあの大きな問題であると認識をいたします。えー、国際的な まあ課税逃れに対処するためには、国際的な協調の下で各国が対策を実施するとともに、この税務当局間での情報交換を充実させていく、こうした点が重要であると認識をしております。G20、あるいは OECD 等の場において、 ベップスプロジェクトやこの金融口座の情報交換など、国際的な連携を取ってきており、日本としても積極的に議論に参加しているところであります。あのいよいよ G7 伊勢志摩サミットも近づいてまいりました。 えー、この勧告及び提言の確実な実施。を働きかけるなど、リーダーシップを発揮していかなければならない。このように認識をしております。井上君。核成分の闇を解くには、あの情報交換は欠かせないと思います。で、昨日も、えー。パナマとですね、情報交換の協定に合意をしたというふうに言われておりますが。ただ、現行のですね。あの情報交換協定が果たしてどれだけ。 実効性を発揮しているのかということの検証がいると思うんですね。で、ケマン諸島とは2011年の11月に情報交換協定が発行しております。にもかかわらず、京ンへの直接投資残高、証券投資残高の合計を比較しますと、2011年は約55兆円余りでありましたけど、えー、2015年は約65兆円でありまして、むしろ10兆円増加をしているんですね。このそ 税回避の対策に、k −マンとのこの情報交換協定は、どれだけの実効性を発揮をしているんでしょうか。国税庁中村調査部長、調査査査察部長。お答えいたします。k − m a との間では、平成23年に情報交換協定が発行しておりまして、情報交換を行っております。いわゆるオフショア金融センターと呼ばれる国、地域におきましては、 実態のないペーパーカンパニーを容易に設立することが可能でありましてこのペーパーカンパニーとの間で不透明な資金のやり取りが行われることがありますこのためそうした国との間で情報交換を行う際に一般論といたしましてペーパーカンパニーの実態を把握するため出資者情報役員情報 取引のある金融機関の情報などについての情報提供を、相手当局に依頼し、入手することが考えられます。国税庁といたしましては、今後とも、外国税務当局との間で、租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施し、国際的租税回避の防止と、適正な課税の実現を図ってまいりたいと考えております。井上君。 ケーマンとの情報交換がどれだけの実効性があるかとお聞きしたんですが、全くそのことには今お答えがなかったんですね。あの、元財務省の主計官や、金融監督庁の国際担当参事官も務めて、この問題に詳しい、現在弁護士されている志賀さくら氏が、2013年に岩波新書で、託成分、逃げていく税金という、書かれまして、その中でこの情報交換協定について書いております。それによりますと、 えー、タクセイブンの国は、12カ国以上と、この租税情報の交換協定を結べば、ブラックリストから外すという、この12カ国ルールがあると。だから、それらの国はですね、日本と協定を結んでいると。しかし、それだけの話であって、実効性には大きな疑問が残るということを書いてるんですね。で、タクセイブン当局が交換するに足る情報を持っておらず、そもそも持とうとしていないと。だから、これは形ばかりのもので、 絵に描いた文字に過ぎないとまで述べられておりますけれどもこういう指摘はどう受け止められますか中村調査佐々部長、えー、お答え申し上げます、えー、K マンそのものとの情報交換のことにつきましては相手当局との関係もございまして具体的なことを申し上げることは差し引かせていただきたいと存じております、えー、しかしながら、えー、先ほど申したように一般論としてして ペーパーカンパニーの実態把握のために、今後とも外国税務当局との間での情報交換については、取り組んでまいりたいと思っております井上君あの、えー。先ほどの本の中では、この託成分の専門家の間ではですね、こういう協定の実効性については、懐疑的論調が多いというふうにも書かれておりまして、あのもちろんあの、情報の交換は欠かすことができませんので、 実効性のあるものにです,、ね、するということをね重ねて強く求めたいと思います。その上で,です、ね、まあ、今回はです、ねえー、この間、租税回避は国際的な大問題になって、先ほどありますように、OEC でこの BEPS の報告が出されました。最終報告は2015年の10月に出されております。でこの報告はです、ね、グローバル企業は払うべきところ。 価値が創造されるところで税金を払うべきとの観点から国際課税原則を再構築するとこうしております。そしてこれに基づいたポストベプスとして各国で必要な法整備及び租税条約の改定作業、各国の実施状況のモニタリングが挙げられております。ところがですね、この三条約とも、厳選地国における限度税率のさらなる引き下げとか、 配当利子使用量に対する源泉遅刻度の課税をさらに軽減、または免除と、こういう中身になっているんですね。というか、別府の報告が言っている価値が創造される場所、つまり源泉遅刻で税金を支払うべきだという考え方と、この三条約の方向というのは私、逆行していると思うんですけれども、外務大臣いかかがでしょうか岸田外務大臣。 えとまず、租税条約は2国間の,この健全な投資・経済交流の促進を目的とするものであり、配当利子等のまあ投資所得については、限度税率をまあ設定するなど、二重課税防止の観点から、源泉地国の課税権をまあ制限しています。その一方でこの近年この多国籍企業等が 租税条約の規定を乱用することによって、まあ、実質的には事業活動を行っていないにもかかわらず、その活動の場所で、えー、租税を,お租税をあ、いや、失礼、実質的には事業活動を行っているにもかかわらず、えー、その活動の場所で租税を納めない、あるいはどこにも租税を納めない。 いわゆるこの二重非課税の問題が顕在している、これがこの現実であります。このような、この多国籍企業によるま租税回避に対処するため、ベップスプロジェクトでは、国際課税ルール全体を見直して、そのうち、この事業,所事業利得への課税については、価値が創造された場所において課税を行うという考え方に基づいて、ルールの再構築を進めています。 えとこうしたあの検討の背景には、この事業活動から生じた利得、これについては、実際に事業活動が行われる源泉地国の課税権を認める。一方この投資所得については この居住地国において課税するという原則を採用することによって、二重課税もあるいは二重非課税も生じさせずに適切に課税権を配分する、こういった理念が存在すると考えられます。 あのご審議いただいている租税条約のうち、ベップスプロジェクトの勧告が公表された後に、実質合意に至った日・地理租税条約においては、事業利得に関連して、まさに同プロジェクトがこうした考え方に沿っ,た,に沿った規定が設けられております。えー、まあ今後の,あの租税条約交渉ににおいいてても投資所得については 源泉地国の課税権を制限することで、二重課税を防止しつつ、ベプスプロジェクトの実施を通じて、二重非課税を防止することによって、二国間の健全な投資経済交流を促進していきたいと考えます井上君あの、配当利子だけではなくて、源泉地国における限度税率のさらなる引き下げというのが、私、盛り込まれていると思うんですね。あのこれ この別府総国をまとめた OECD の租税委員会議長の浅川氏、今の財務官でありますが、2013年4月3日の日経新聞でもっとはっきり述べられております、実はえ2年前にもこれを紹介をしたことがありますが、浅川氏は日経でこう言いました、企業の進出先で課税拡大という見出しで、これまでの国際課税ルールは、企業や個人が実際に利益を上げた国、源泉地国での課税を抑え、 本社などがある居住地国で広く課税することを認める方向で進んできた。企業の進出を促し、資本の流れや人的交流を加速する狙いだったと。ふと気づくと。二つの問題が出てきたと。一つは、厳選地国にも居住地国にも税金が落ちない二重非課税の問題。国境を超える電子商取引が広がり、企業の経済活動に落ちた税金をかけられない事態も目立ち始めたと。まあ、こういう問題を踏まえて国際的なルールが見直されていると。まあ、こういうふうに言われているわけですね。 そうしますと、投資だけ、今ありましたように、この源泉地国家税を抑えるという、これまでの国際課税のルースを見直すということから言えば、ですね、やはり今回の総税条約に向かえた方向は、私は逆行していると思うんですね。あの昨日の、えーえー、決算委員会でも安倍総理、わが党議員が、ですね、稼いだところでちゃんと税金を納めて、えー、その国に納めて社会貢献もするということが必要と言いますとおっしゃるとおりだと。 企業が存在する以上、その地域のさまざまなサービスを受けていて、それは税金で供給されていると、こういうことも言われたことから言いますと、むしろ厳選地方でむしろ強化するということが必要かと思いますが、最後、答弁をいただきたいと思います岸田外務大臣あの、まあ委員。委員ご指摘のように、さまざまなこの議論があることは承知しておりますが、 この政府としましては、先ほど申し上げました、この事業活動から生じた利得、これについては、源泉地課税権を認める、投資所得については、居住地国において課税する、二重課税も二重非課税も生じさせず、適切に課税権を配分する、こうしたこの考え方にこの基づいて、 この対応を考えていきたいと考えます。 浜浜田田和和君、はいえー、大阪維新の浜田和之です、えー、昨日あの、インドのすりハりコタであの、再生利用のへのロケットの打ち上げ、成功したというのが大きなニュースで流れてきています。まあ、あの我が国との間でインドはです、ね、特にその戦略的な、ね、グローバルパートナーシップ。 えー、首相同士の間のですね、緊密な関係もあって、えー、これからますますですね、この租税条約改定によって両国間のまあ通称経済関係がですね、また人質、えー、の往来というんでしょうかね、特にインドの若年層に対する雇用の確保という点でもですね、この協定のね、えー、意味は大きいと思います。そういう観点で、この日本とインドは特別なですね、戦略的グローバルパートナーシップに向けた東京宣言も。 えー、これは2014年ですね、えーまあ、公表しているわけでありますけれども、そういう中で、そのこれからです、ね、日本とインドが特に力を入れてです、ね、この投資を促進するべき、そういう分野、す、え、で、ー、に日本企業は1300社近く進出しているわけで、経済関係は日に日にです、ね、拡大していると思うんですけれども、まあ、政府として、えー、インドとの関係を重視する観点で、 こう昨日のです、ね、ロケット打ち上げの成功もありますし、まあそのえー、インドの場合ですと、日本のです、ね、スズキ自動車が現地で,です、ね、100%、えー、インド人によるこうインドの部品を使った、えー、バレーノの、ね、生産、これがもう今年から日本にもです、ね、輸出されているわけですよね。 ですから技術的な面では、日本とインドとの間のですね相当ねポテンシャルは高いと思うんですけれども、今、日本とインドの環境を考えたときに、この宇宙開発ですとか、あるいはそのスマートコミュニティづくり、モディ首相がですねとても力を入れてやっておられますよね、スマートコミュニティにおいては、鉄道ですとか、バス路線ですとか、そういう日本が持っている技術で、インドに協力できる、そういう分野もとてもまあ可能性は高い。 と思うううんですがそういうインドが求めている、そういう日本に対する期待の中で、一体どういうです、ね、方向性を今、政府としては考えているのか、また企業の方からどういうようなです、ね、意向を受けて、インドとの関係をです、ね、さらに一層発展させようとしておられるのか、まず岸田外務大臣です、ね、インドとの重要性を踏まえた上で、このグローバルパートナーシップのです、ね、中身、 どこに強調するですね考えをお持ちなのか、その点についてまずお聞かせいただきたいと思います岸田外務大臣。モディ首相は、このアクトイースト政策を掲げて、アジア太平洋地域における具体的協力を推進する積極的外交を展開しています。 まあそのような中で日印両国は互いの協力関係を重視し昨年12月安倍総理本院時には日印新時代の道しるべとなる共同声明日印ビジョン2025を発出し 的的価値と戦略的利益を共有する日本とインドがアジアや世界の平和と繁栄,に繁栄をともに牽引していくことで合意をしました具体的な取り組みとしましては新幹線システムの導入原子力の平和利用協定の原則合意防衛協力人の交流こうした幅広い分野 で関係を一層強化,し強化していく、こういったことで合意をいたしました、まあ、それ以外にもです、ね、両国間に広がるフロンティア、えー、政治安全保障から経済、インフラ、農業、医療、人的交流、えー、こういった分野に至るまで、えー、果てしなく広がっていると、まあ、考えております。えー、その中で一つ委、e、員の方から、えーと、スマートシティ構想について、 ご指摘がありましたインドのスマートシティ構想は、このインフラの提供、満足できる質の生活、クリーンで持続可能な環境、スマートな解決策を基本要素,要素としており、日本企業の質や信頼性が高く、環境負荷が低く、そして経済性にも優れた技術、これはあのインドのスマートシティ推進に大いに貢献し得る、このようにも考えております。 浜田君今、大臣ご指摘のこのスマートシティ構想をです、ね、ぜひ進めていただきたいと思いますし、そういう流れの中で、今、外務省が、ねまあ、欧米とか中心にあるジャパンハウス、日本の文化、日本の技術を紹介できるです、ね、まあ、そういうショーケース、これを、ねえーまあえー、広げていく、そういう政策を進めておられますけれども、このアジアにおける、ね、ジャパンハウス まだ構想は固まっていませんけれども、インドなんか一番です、ね、そういう意味で人口もです、ね、多いしです、ね、検討に値すると思うんですけれども、インドに対する日本文化の紹介の拠点としてのです、ね、ジャパンハウス、お考えいただくことは可能でしょうか岸田外務大臣、えーあの。ジャパンハウスにつきましては、えー、この、まあ、戦略的な広報。 というま観点から、今ま世界3カ国においてコーチをま選定し、え取り組みを進めています。この国際的なこの情報社会も大きく変化をし、膨大なこの情報量あるいは 情報伝達手段も多様化している、そして個人一人一人が情報の発信元にもなりうる、こうしたこの状況の変化等も念頭に、ジャパンハウスのあるべき姿を今、検討し、具体化しているところであります。あのアジアにおいて、そしてインドにおいて、このジャパンハウスの展開の可能性はないか、まあ、こういったご質問でありますが、まずは、 この新しい取り組みとして、今、取り組みを進めているこの3箇所、しっかりと具体化していきたいと考えています、それ以後につきましては、この,この現実の効果等もしっかり勘案しながら、次の工事を考えていく、こうした段階を踏んだ取り組みが重要であると考えます浜田君、えー。ぜひですね、日本のクールジャパン戦略。 積極的なです、ね、日本ファンを増やすという意味ではとても効果あると思いますし、2020年のオリンピックの機会に、今2000万人を4000万人まで増やそうということを政府も掲げているわけですから、そういった意味でも海外における日本に対する関心を高めていく、えー、しかも中国を抜いて、インドは明らかに世界最大の人口をです、ね、持つ国になることはもう目に見えているわけですから、そういったインドにおいて日本の存在をですね、 企業が1300進出し、技術移転も進んでいますが、多くのインドの人たちにです、ね、もっともっと日常的に日本の魅力、日本の素晴らしさをです、ね、理解してもらうということは、大事な外交のです、ね、武器になると思いますので、ぜひ前向きにご検討をお願いしたいと思います。 それでやっぱり人口が多いということはです、ね、若い人たちの雇用の場を確保するということがとても大事ですよね、雇用の場が得られなければ、社会不安につながり、それがテロにつながり、さまざまな問題を起こすわけでありまして、そのインドのです、ね、若年層に対する、ね、雇用の機会を提供するという観点で、 今、日本がです、ね、先ほど鈴木の話をしましたけれども、日本企業はいろいろと進出はしているんですけれども、もう少しです、ね、戦略的にインドの雇用の場、あるいはその、ね、学ぶ場というものを作るべきだと思うんですけれども、政府としてのです、ね、お考えはいかがでしょう。梨田南部アジア部長お答え申し上げます。 もともと日本は産業人材育成イニシアチブというイニシアチブのもと、インドに限らず、アジア各国に対する人材育成に力を入れているところでございます。昨年の安倍総理法院におきましては、インドから日本に来る若者の数を5倍に増やそう。 ととといいいうシアチブを合意しまししままた現在その取り組みに向けててインドと協議しているところでございます留学生に限らず、いろいろ技能実習生など、さらに人数を大きく増加させていきたいと考えているところでございます。浜田君、えー、ぜひですね、留学生や技能実習生、そしてまあ観光客の受け入れということを進めていただきたいと思います。えー、先日、インドとイランとの間でですね、 戦略的なパーートナーシップの話も進みました、まあ、その中で組織犯罪、あるいはそのテロ、さ、えー、まざまなです、ね、分野で協力できる、まあ、イランがです、ね、国際社会に、ね、再びカムバックするという流れを受け止めて、インドもかなりです、ね、こうイランとの関係を強化しようとしているわけですから、日本とすればです、ね、もっともっとです、ね、インドを取り込むという戦略が必要ではないかと思います。 で次にです、ね、あのチリが来年、日本との間の国交樹立120周年、もうとてもです、ね、あのチリにおける日本の存在、また我々日本人もチリ産のワイン、これはもうフランスよりたくさんです、ね、こう輸入してです、ね、とても、ね、値段も手頃だし、レスペラトロールも多いし、美容にもいいということで,です、ね、まあ、とてもそのチリ産のワインが人気ですよね。またサーーモンだっててノルウェーを超えて 知事さんのですね、サーモンがとても日本で、えー、評価が高いですこれもともと知事の人はサーモンなんか食べてなかったのに日本が oda でですね協力をして養殖 で地理の一大産業に育ててきたわけですよね、そういった意味で、日本と地理というのはとっても深い関係があります、来年の120周年に向けてです、ね、どのような、えーまあ、祝賀行事という,んでうかね、一層です、ね、地理との関係を強めるために、まあ、今回の政治条約もその一つだと思いますけれども、どのような方針をです、ね、今、地理との関係強化に向けて考えておられるのか、考えをお聞かせください山田外務大臣政務官。 答え申し上げます、えー、ご指摘のその日本とチリの間では2007年に日・チリ経済連携協定が発効いたしましたが、チリは銅をはじめとする鉱物資源の重要な供給国であります。また、今ご指摘のとおり、近年、ワインやサーモンでも我が国への最大の輸出国として、我が国国民の食生活にとって身近な国となるなど、我が国にとって重要な経済パートナーであります。 またあのチリは日本と同じ地震国であってえ津波の脅威も共通しております。我が国とチリはこの分野でも協力をしております。え2017年え日チリ外交関係樹立120周年にあたるところ、さまざまなレベルで両国の相互理解を深める好機であると考えております。人的交流や文化交流を通じて国民レベルでも双方向に関心が高まるよう官民がよく連携しつつ準備を進めて。 ぜひですね、あの官民連携、具体的なです、ね、まあ、もう準備に入っておられると思うんですけれども、えー、両国間で,です、ね、一層ね、信頼関係が深まるように、えー、また先ほどはその、ねえー、サーモンとワインの話をしましたけれども、まあ、レモンとかね、そういう農業、 の分野でもですねとてもね両国が一層協力できる分野も大きいと思いますのでぜひですね防災地震とか津波あるいはその文化経済あらゆる面でですねまあ、南米との間のねやっぱりこう大事なパートナーということでですねぜひね一層のですね知事との関係強化に努めていただきたいと思いますその期待を表明して私の質問に終わりたいと思いますありがとうございました アントニオイノキ君元気ですか元気があれば何でもできる、元気があれば人を驚かせることもできるということで、えー、今日は日本とインド、ドイツ、チリの租税条約についての質問をさせてもらいますが、えー、その前に、えー、インド人もびっくりっていうコマーシャルをご存じの方、ありますかね。えー、カレーーのコマーシャルでしたが あそれよりも、えー、よく私もインドには何回か行きまして、えー、皆さんが最近、目方が増えて減量したいんですけど何かいい方法はないですかねそうですか、インドには素晴らしい水があるんですよ、それを飲めば1日か2日で3キロ5キロは間違いないんです、えー、ぜひ飲みたいですね、えー、教えてくださいって言うので、元日の。 神の水を飲めば必ず間違いなく痩せますよということで、えーえーまあ、あのインドというと大変私が子どもの頃、えー、力道山時代ですがあ来日した、えー、ダラ・シンという、えー、有,名な有名な選手がいたんですが、まあ、その選手はその後映画俳優になりそして最後、政治家に、まあ、本当にあの国民的英雄でですね えー、ダラシンといえばインド人は誰でも知ってるという、えーまあ、3年ぐらい前にもう亡くなられましたそれで1回お会いしたいという何回か連絡を取ったんですがそしてその息子さんも今映画俳優なんですかね、えー、結構インドでも有名なあ格闘家になってますまああのインドが パキスタンとバングラディッシュ、えー、当時イギリスによってです、ね、分断されていくわけですがあの、そこの国際紛争がいつも絶えなかったという、えー、私もあのこの委員会でも何回か申し上げたとおり、えー、平和のメッセージということで、その紛争が起きてたところがです、ね、非常に今、平和的に。 お互いにデモストレーションをやって、ドアが開いて、でそこでぜひ、日本が部屋を訴えるんであれば、そこのインドとパキスタンを巻き込んだですね、格闘イベントをやろうということで、計画をしておりますが、なかなか実現ができません、えーまあ、そういう中でですねあの、現在のインドの国内の治安状況と、 えまた法人がインド渡航する際にえ注意すべきことをえまああの先ほど阿田先生からもいくつか出た通りですねえより良い関係になっていけばいいと思いますがえその辺についてわかりやすく教えていただきたいと思います。ナチダ南部アジア部長、えお答え申し上げます。えー、とインドは着実な経済発展を遂げており。 社会情勢は全体的に安定しておりますけれども、えー、多民族、多宗教など複雑な国内事情もあって、えー、イスラム過激派、少数民族過激派なども存在してテロが発生しております、えー。また過去にはインドの大都市において、イスラム過激派によると見られる連続爆破テロなどが発生し、多くの市民が死傷する事件が発生しております、えー。インド・パキスタン国境地域におきましては、えー デリーなどの大都市と同レベルの危険情報であるレベル1、えー、十分注意してくださいという危険情報を発出しております。えー、また、パンジャブ州などの国境地域では、えー、今年1月の空軍基地襲撃事件、あるいは昨年7月の警察署襲撃事件など、えー、テロが頻発しており、インドに渡航する日本人、とりわけ インドパキスタン国境地域パンジャブ州へ渡航する方々は危険を避けるために外務省が発行している海外安全情報を参照するなど最新情報を入手して十分注意していただきたいと考える次第でございます稲木君ありがとうございます次にあのドイツの、えー、法人環境ということでですねこれも私が七十八年に、えー、ヨーロッパ遠征を行いましたときに まあ各都市、本当にあの1か月半、人業をしたことがあります、えー、その中でまあ本当にあの印象に残って、この件も前にお話したとおりですが、えー、ジュッセルドルフに行ったら、もう私も体がボロボロで、えー、朝翌日の人業中に行かなきゃいけなかったんですが、えー、日本人学校の先生校長先生が訪ねてきて、な、え、ん、ー、とか学校を訪問してくださいというので、えー、学校に行きました。 まあ本当にあのえ子どもたちが他国で頑張っている姿と、日本とえなんだっけな平和を結ぶルッセルドルフという効果を歌ってもらって、涙したことがありますが、そういう中で、ああ本当に単身赴任だけでなく、家族同伴というビジネスマンが多いと聞いています。 日本人街とか、まあそれほどではないんですがね、ルセルドルフも日本人の集まりのところがあります。えー、それからあれからもうちょうど40周年が経ってますが、まあ今現在日本人の子供たちがまあその後、えー、海外に出ていくる人が少なくなったとも聞いておりますが、えー、今何人ぐらいその学校に通って、また金銭的な支援とか。えー その辺の交流は合わせて聞かせてください農家領事局長。お答え申し上げます。ジュッセルドルフの日本人学校でございますが、1971年4月に設置されたものでございまして、平成27年4月15日現在で、小学部、中学部合わせ519名の日本人生徒が学んでおります。 また、金銭的支援というお話がございましたけれども、外務省におきましては、義務教育年齢相当の子女が、国内に近い教育を可能な限り安価に受けられるようということで、支援をしておりまして、平成27年度におきましては、ジュセルドルフ日本人学校から要望のありました、現地採用教員給与に対する支援といたしまして、約1 1345万円、えー、それから安全対策費に対する支援として、約307万円の援助を行っております猪木君、えー。次にあの戦争心理ということで、えー、お,聞き,たいお聞,き聞きいたしますけど、先日、えー、の外科の先生と、えー、人間の殺人心理についてという話をさせてもらいまして。まあに 人間は同流を殺すことに強烈な抵抗感を持った生き物で人間社会の秩序を保たれているのは同流を殺し,殺したくないという人間の心理の働きであるだそうです、えー、戦争における人殺しの心理という本をぜひ読んでくださいということで、まあ、一応ネットで引いたんでまだ読んではいませんけど第二次大戦時アメリカ兵の調査で実際に敵に向けて発砲した兵,兵は十五 ワーセンから20しかからしいなかったそうです、えー、人間は戦争という状況下でも深層心理が働き人として人を殺すことができないという結果なのではないでしょうか、えー、私個人はこの調査結果に人間の尊さというものを感じましたが視点を変えてみるとどうでしょうもし私が戦争中で参謀の立場だとすれば地獄の兵隊のうち 20%, 20しか鉄砲を撃たないわけですから 戦争のない世の中になることが大前提ですが、まあ、その真相、真理という部分で、私もリングの上で、本当に殺し合いの試合が何回かあり、まあ、そのにまに、まあ、そんな余裕もありませんから、まあ、自分が勝つためにと、まあ、その辺がこの想定外の事態に備えることも、現実的には必要なのだと思います。 防衛庁にお聞きします。自衛隊員の訓練、人を殺傷するということは、心理面での教育、どのようにされているのか、えー、可能な範囲でお答えください。防衛省、山人事教育局長、えー、あのただいまの先生のご質問に対し、ご質問の趣旨は、えー、やや間接的な受け止め方かもしれませんが、困難な任務にどうやって立ち向かうのかというあのご趣旨と承りました。 あの現在の自衛隊は志願制ですので、自衛隊にはそもそも国を守りたいという志を持った人が志願して入隊をいたすところでございます。隊員となった者はことに望んでは危険を顧みず、身をもって責務の貫通に努め、もって国民の負託に応えることを誓いますと、戦争を行います。また、隊員となった後においても、日々、厳しい訓練を重ねて、知能や、あ 知識や技能を磨き自衛官としての連動を向上させるだけでなく、我が国の平和と独立を守るという自衛隊の使命、そしてその使命を果たすために、隊員が果たさなければならない役割、個々の隊員の責務と重要性などの教育がなされております、えー。自衛隊が国民の生命、財産を守り抜くために、国際法、国内法に従って、各種の事態に対応できるように、しっかりと引き続き教育を行ってまいりたいと考えそこと部分というのは 人間が生きていく上まあ自衛隊の議論もいろいろありました、安保法制の問題も、しかし、えー、その辺がこれからやはり自衛隊という大きな任務、そして、えー、その責任と同時に、ですね、えー、先ほど申し上げた想定外、まあ、想定外がない方がいいんですが、まあ、そういうことでまたぜひいろいろ心理の部分あるいは強い、あるいは精神力を持った、 国を守る自衛隊であってほしいと思いますそれでは次に環境問題についてお伺いしますが二酸化炭素の大量排出による地球温暖化が世界で認識されています地球温暖化による自然環境の影響は様々な指摘をされていますがまあ、最近は大変地震もそうだし津波も含めて自然災害が多発しています中でも 地球北極の氷の溶解による海水面の上昇により海抜が低い島嶼国は国家存亡の危機に直面していると聞いています50年後には国土の50%が水没してしまうというキリバス政府はフィジー領の島を一つ購入し将来的に国民を移住させるという計画を立っているそうですこういった決断ができる国 国もありますが、貧しくて他国の領土を変えない国は、えー、どのようにすればいいのか、ズバリやマーシャル諸島、水没の危機にされています、まあ、あのパラオもよく行きますが、まあ、あの辺もそう行くたんびにそういう話をさせてもらっておりますが、まあ、あの本当に <coughs> 地球の温暖化ということは、えー、誰にも止められないことですが、まあえー、二酸化炭素の排出量とか、いろいろ、まあ、国連でもやられております。 まず先日のパリ協定が合意しましたが、今後の当初国にどのような支援や対処ができるのか、えー、具体的に説明をしてください。山田外務務大臣政務官お答え申し上げます。 我が国は昨年の COP21 首脳会合において安倍総理から2020年に官民合わせて年間約1兆3000億円の気候変動分野における途上国支援を実施することを表明することなど気候変動対策にかかる途上国支援についてはこれまでも積極的に対応をしてきているところでございます。委員ご指摘のとおりとりわけ気候変動による悪影響を受けやすい小島諸国、脆弱国 に対する支援は極めて重要であり、COP21 において採択されたパリ協定においても、途上国支援にあたって小当初国、小島しょ開発途上国の優先度や必要性を考慮に入れるべきだとされております。 この点、我が国はこれまでもこれら小島諸国による気候変動への対応を具体的に支援する様々な事業を実施してきております。例えば浜辺の整備をはじめとする沿岸域管理ですとか、災害早期警報システムの強化などに取り組んでいるほか、今後は太平洋気候変動センターを整備して、 太平島諸国全体の気候変動対策に取り組む人材育成を支援することを検討しているところでございます。今後ともこれらの取り組みを着実に実施することによって、我が国による島諸国への支援を維持、強化してまいります。同時に、パリ協定を踏まえて、世界全体での温室効果ガス削減に向けて、各国と連携して対応をしてまいります。井上君。パラオ 猪木アイランドという島がありますが、そこもブロックをかけて、えー、止めている、そこだけは、まあ、あの水位が守られている、他の島はどんどん水位が上がってきているという、まあ、そういう状況で、また、えー、ぜひその辺の世界的な、えー、情報を聞いたときに、また質問させていただきますありがとうございます。 伊藤和恵子さん無所属の伊藤和恵子ですあの今回の日本とドイツそしてチリインドとの租税に関する日本国との議定書の締結については賛成を表明し質問に入りますまず沖縄で起きた元米海兵隊員そして米軍属による 女性遺体遺棄事件についてお伺いをしたいと思います、えー、5月19日先月末から行方不明になっていた島袋里奈さんが遺体で発見され元海兵隊員で軍属の男性が容疑者として逮捕されましたこの痛ましい現実に直面し何を言うべきなのか怒りが痛みを伴って湧き上がるのを抑えることができません 今回の事件発覚から、まあ、これまでの経緯に関しましては、先ほどの質問の中で答弁がございましたので、通告の2番目から参りたいと思います、質問したいと思います。沖縄では2か月前の3月の13日にも、那覇市内のホテルで、日本人女性を米軍人が強姦するという凶悪な犯罪が起こったばかりです。 3月17日の委員会におきまして、外務大臣、防衛大臣ともに、実効的な再発防止策が取られるよう、米軍に働きかけを行うと答弁しています、政府としていつ、どのような働きかけを行ったのか、またそれは米軍については、それに応えて、どのような実効的な再発防止策を取ったのか、日付と内容を具体的に お伺いいたします中谷防衛大臣、お願いいたします中谷防衛大臣。3月17日以降の防衛省の対応でありますが、その後、3月の26日に私、沖縄を訪問をいたしました、その際に、在沖米軍4軍調整官に対して、再発防止の徹底を強く求めました。これに対しましまて米側から 今回の事件の発生について非常に重く受け止めており再発防止に努めていく旨の発言があったところでありますえまた4月の19日外務省沖縄事務所におきまして第24回米軍人軍族等による事件事故防止のための協力ワーキングチーム CWT が開催をされましたえこの会議におきましては米側から 3月の事件については極めて遺憾である旨の発言がありました。で、その上で、リバティ制度について、3月の事件を受けたあ新たなあものを導入をした措置といたしまして、まず第一に、在沖米軍は原則としてすべての米軍人への牧港補給所地区以南の地域で外泊禁止、および第二に、性的暴力の防止に関する追加研修、 のの実施を実施施をししているとの説明がありました米軍人等による事件・事故の防止につきまして、継続的な取り組みが必要であると認識しておりまして、今後とも事件・事故の防止に向けて、米側にしっかりと求めてまいりたいと考えております糸川さん。まあただいまの答弁を伺いましても、リバティ制度において、全くこのことは機能していない、その結果が、 今回の事件にもつながっていいるかと思いますえ今回の殺害この事件、容疑者は基地の中ではなく、基地の外で家族と一緒に住んでおり、犯行当時、飲酒していたかどうかはあの不明であります。被害者が家を出たのが午後8時ごろ、これはリバティ制度に触れる時間帯ではなく、米軍人も外出し、飲酒が許されている時間帯です。つまり今回の事件ははリバティ制度では 防ぎきれなかった事件、このリバティ制度以外に米国、政府として米国に働きかける実効的な再発防止策を持っていらっしゃいますか、お伺います中谷防衛大臣、はい、あのまずあの、再発防止につきましては、米側の努力があの第一でありますが。 まあやはり米軍に対して、隊員教育、また後期粛清を図るということで、防止に努めるように申しているところであります。で具体的には、米軍人軍属による事件・事故防止のための協力ワーキングチームという場を通じて、日本側から米国に対して、事件・事故の防止等について働きかけをしております。またあの在沖米軍人軍人族及びその家族を対象に 沖縄理解増進セミナー,、えー、これが開かれておりまして、まあ、沖縄の歴史文化について、米軍関係者の理解を増進するための取り組みを行っております。まあ、あのリバティ制度もあの取り組まれておりましたが、リバティ制度は、在日米軍が自主的措置として設けた勤務時間外の行動の指針で、えー、米軍人のみを対象としておりますが、こん今般、沖縄県で起こった事件については、米軍属、 によるものとされているために、被疑者についてはリバティ生徒の対象ではなかったと、まあ、承知をしておりまして、まあ、今般、軍属によって極めて残忍凶悪な事件が起こったことに当たりまして、まあ、今後は軍人のみならず、軍属による事件、事故の再発防止策、これを強化をしなければならないと思っております糸川さん。まあ今の,あのご答弁、先ほどの答弁もそうなんですけれども、えー、そうやって再発防止策、本当にこれは、 効果があるんんでですすかとお伺いしたんです米軍に働きかけるだけでなく、県民の安全な生活を脅かし続けている、この状況について、本当に心から、この再発防止策が何の役にも立ってないということを強く申し上げたいと思います。今回の事件は、公務外の犯罪で沖縄県警が逮捕している、いわゆる日米地域予定における刑事裁判権の問題を生じておりませんが、 仮に容疑者の身柄が在日米軍にあった場合、起訴前の身柄の引き渡しが行われていたかどうかはとても疑問であります。日米地位協定は、米軍人軍属に特権意識を持たせ、事件を起こしても最後は米軍が守ってくれると思わせる内容です。そしてそのことが犯罪に対するハードルを下げ、米軍による犯罪が後を絶たない一因ではないでしょうか。これを防止するには、米国政府は、 米軍人、軍属が今回、このような日本人に危害を及ぼす犯罪を起こした場合、米国は一切面倒見ない、日本の国内法によって裁かれ、刑に服することになるとのこのメッセージを強く発する必要があると思いますが、日米地位協定の内容を抜本的に改定する必要があると、えー、先ほど岸田大臣おっしゃいましたが、政府が米国にこの改定をどのように働きかけるのでしょうか、岸田外務大臣にお伺いいたします。 日田外務大臣まずあの、今回の事件につきましては、あのこの、まえー、犯罪を犯したこの米軍属、これはあの、えー、この身柄はこの日本側にあり、そしてこの捜査について、米側に全面的な協力を こう求めなければなりませんし、後期出粛清、再発防止、まあ、しっかり求めていかなければならない、このように考えます、そして日米地位協定、えー、との関係におきましては、さ、あのー、まざ、あ、まな議論がある、これは承知しておりますが、まあ、政府としては、この手当をすべき、この事項の性格に応じて、効果的かつこの機敏に対応できる最も適切な取り組みを、 検討しなななければならないと考えます、まあ、そのために、この普段の改善を行ってきました。あの今後ともこの目に見えるこの改善を積み重ねていかなければならないと考えますが、あのその中で、この、今回の事件に関して申し上げるならば、この軍属のこの事件の防止という観点から、 米側としっかりと話し合っていかなければならないと考えます、まあ、そういった観点から、ぜひ米側にから具体的な努力を引き出すべく、努力をしていきたいと考えます糸川さん、えー。米軍属では確かにありますけれども、元は米軍の軍人として海兵隊の構成の一員であります。同じように地位協定が あり守られているその米軍属でありますので、先ほども申し上げましたように、きちんと政府が米国に対してメッセージを強く発していただきたい、今回、ケネディ大使が沖縄を訪問する予定があるということが、新聞に紹介されておりましたけれども、それは実現するんでしょうか、岸田大臣にお伺いいたします。岸田外務大臣 あのえー、と報道は承知をしておりますが、あの米国側があ具体的にどのような日程で、えー、訪問を考えているのか、まあ、これにつきましては、この米側の、まあ、取り組みでありますので、えー、でこの日本から何か申し上げることは 控えなければならないと思います。いずれにしろ、いましても、まだ米国側から正式な具体的な日時については。何も言及はないと承知をしております。糸満さん。ええー、昨日の安倍首相と翁長知事の対談の中で、翁長知事は、えー。オバマ大統領と直接会って話がしたいというふうに、ええー、要望しております。ええー、米軍を率いる米国の大統領として。ええー、今回の事件を含め、この沖縄への。 数々の米軍基地から派生するその被害に対して、大統領から何の言葉もないというのは納得できません。沖縄で2007年にサミットが開かれましたときに、えー、クリントン・米大統領は、モリ首相に対して、えー、会談の中で米兵による相次ぐ事件に謝罪をし、えー、キャンプ付け欄に1万5000人の米軍人、軍属とその家族を集めて、良き隣人たれと訓示をしています。えー、今回の このサミットで、オバマ大統領がせっかく日本においでになるわけですし、こういう状況の中で、ぜひ会談の中で、沖縄のことを強く総理大臣から申し入れ、できましたら、ぜひオバマ大統領と小長知事を会談をさせていただきたい、そのように思いますが、岸田大臣、いかがでしょうか。岸田外務大臣 まず、今回の事件、誠に深刻な、そして重大なこの事件であり、日本政府としましても、首脳はじめさまざまなレベルで、米国側にしっかりと申し入れを行い、働きかけを行っていかなければならないと考えます。ただ、のこの日米首脳会談、あるいは、 オバマ大統領のこの訪日の日程等については、ギリギリまでこの調整が行われている段階であります。まだ最終的に確定し,たしてはいないと考えております。その上で、一般論として申し上げるならば、この外交安全保障の議論というのは、政府対政府で行うものであると認識をいたします。糸川さん えー、戦後71年、数えきれないほどたくさんの県民が、この基地がある家に犠牲になってまいりました、えー、今回、このような事件が起こったことに対して、えー、私もお葬式には参列をいたしました、ティアラを髪に飾って、ピンクのドレスを身にまとっていた、島袋リナさんの笑顔が目に焼きついています。 一人娘のリナは私たち夫婦にとってかけがえのない宝物でした。これは親のひいきめかもしれませんが、素直で明るく、いい子に育ったと思っています。たくさんの友達にも恵まれ、好きな人と心を通わせ、今が一番楽しい時期だったのに。このような形で人生を終えるはずではありませんでした。今となっては娘の身に一体何が起こったのか、本人に直接話を聞くことも、 にこっと笑ったあの表情を見ることもできません。今はいつ言えるのかもわからない悲しみとやり場のない憤りで胸が張り裂けんばかりに痛んでいます。娘に私たちの言葉が届くのであれば怖い思いをしたね、後のことは心配しないで安らかにそう伝えたいと思います。というふうにおっしゃっています。 このような一人の命を失って県民のこの思いが届かないというのは一体何なんでしょうか中谷防衛大臣にお伺いしますこのことを踏まえて米軍の基地があるがゆえにそして過重な基地負担があるがゆえに発生する この事件や事故、それを無視して、改めて普天間の米軍基地、辺野古への新基地建設、続行するつもりですか、ご所見をお伺いいたします中谷防衛大臣。このような事件は、もう二度とあってはならない、そして極めて残忍で。 苦、まあ、な事件でありまして、えー、沖縄において、えー、このような事件が起きたこと、えー、極めて遺憾であり、えー、強い怒りを、まあ、覚えております。であの沖縄の,あの基地につきましては、これはあの日米安全保障条約に基づく在日米軍の基地でございまして、まあ、あの特に、まあ、日本周辺の安全保障、お近年、えー、特に南西地域における 安全保障状況が厳しくなってきておりましてこのようなあの日米同盟の役割機能等におきましては我が国の安全保障上あの必要であるとま認識をいたしておりますしかしながら過度に米軍基地が沖縄に所在することにつきましては沖縄の基地の負担の軽減ということであの政府も認識をいたしましてま取り組んでいるわけであります まあその中で特に普天間飛行場、まあ、これも危険性の除去ということで取り組んでいるわけでありまして、一、まあ、日も早くこの普天間基地の危険性の除去を実現するということは、国と県とも同じ思いでございまして、現在、国と県との間によって成立をいたしました和解条項、これに従って協議を含めて、手続きを進めているところでございまして、 国会状況に基づいて、誠実に対応してまいりたいと、そしてこの協議を通じて、沖縄の皆様方に政府の取り組みを説明させていただきながら、ご理解を得られるように、引き続き粘り強く取り組んでまいりたいと考えております糸川さん。今の答弁には納得できません。今後、このような事件を起こさないためにも、政府としてなすべきことは、沖縄からの全米軍基地、 撤去だということを強く申し上げ私の質問を終わります他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めます防衛大臣はご退席いただいて結構でございます これより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います井上聡君、えー、日本共産党を代表して日本ドイツ租税協定日本地理租税条約日本インド租税条約改定議定書いずれにも反対の討論を行いますえ3つの条約等は厳選遅刻における言動税率のさらなる引き下げや 源泉地国が課税できる内容の範囲のさらなる限定などを盛り込んでおります。この条約等により、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することが可能になります。海外進出した多国籍企業が源泉地国において、儲けに応じて税負担をするのは当然であり、 その強化が求められているときに、これに逆行するものと言わなければなりません。日本権断連はかねてより、蘇税条約について、投資所得にかかる厳選地国課税を軽減することは、海外からの資金、管流及び国内における再投資という好循環の実現に資するなどと、投資にかかる税コスト低下を要求してきました。この増税条約は、こうした要求に沿って、国際課税分野における 日本の大企業優遇税制を国内外でさらに拡大強化するものにほ必ならず容認できません。また、いわゆるパナマ文書等によって多くの多国籍大企業や資産家の税金逃れが明らかになりました。一方で庶民には負担増や社会保障削減が押し付けられており、憤りが広がっております。国際的な税逃れへのより実行力のある国際的ルール、そして国内税制の強化を強く求めて討論といたします。 他にご意見も内容ですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、所得に対する租税およびある種の他の租税に関する二重課税の除去、ならびに脱税および租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について、承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去、並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国と地理共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。賛成。多数と認めます。 よって本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました次に所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います本件を承認することに賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって本件は多数をもって 承認すべきものと決定いたしましたなお3件の審査報告書の作成につきましてはこれを委員長にご一人願いたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認め採用を決定いたします本日はこれにて散会いたします